日本語能力試験完全模試 N3 第2回懲戒これから N3 の懲戒試験を始めますメモを取ってもいいです問題用紙を開けてください 問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。 会社で女の人と男の人が話しています女の人はこの後まず何をしなければなりませんか ABC 広告の川島部長がそろそろいらっしゃる時間ですねうん資料のコピーはしてくれたはいこちらです6部で足りますかそうだね ありがとう。いらしたら2階の会議室に案内してくれる僕はもう一つ資料を持っていくからその間にお茶を出しておいてわかりましたあエアコンもつけておきますねああそれはさっき田中さんがやってくれたみたいじゃあよろしくねはい女の人は。 この後まず何をしなければなりませんか最も良いものは1番です回答用紙の問題1の例のところを見てください最も良いものは1番ですから答えはこのように書きますでは始めます 1一番女の人と男の人が会社で話しています男の人はどこで昼ご飯を食べますかねえ最近できたイタリアン人気みたいねああうちの目の前にできた店でしょいつも行列ができてるねピザが美味しいらしいよ今日のお昼そこに行ってみないいいけど時間大丈夫かな 午後から会議じゃないそうか、絶対こむしねやめといたほうがいいかじゃあその隣の和食レストランに行くそこは昨日行ったばかりなのよまあいいんだけどじゃあハンバーガーはすぐ食べられるしそうねでも雨だからなあんまり遠くまで歩きたくないなごめん今日は何か買って食べるよ あそうじゃあぼくはハンバーガーにするよ男の人はどこで昼ごはんを食べますか2番 女の人と男の人が会社で話しています男の人はまずどこへ行きますかあ川島さん今晩みんなでご飯食べに行こうって言っているんだけど川島さんも一緒にどうあいいねどこに行くのちょっと遠いんだけど朝日町に新しくできたスペイン料理のお店朝日町だったらうちの近くだよ何時から 7時半で予約した。私たちはもうこれから会社出るところだけど川島さんは今メールの返事を書いててあと10分くらいかかるかないいよ先行っててああ川島さんってバイクだっけうんでもワイン飲みたいから今日は家に置いてから行くよじゃあお店に直接行くいや改札で待ってるよ僕の方が先に着くからそうか じゃあまた後でね男の人はまずどこへ行きますか三番女の人と男の人が 会社で話しています男の人はこれからどうしますか田中さんはい明日の会議なんだけど会議室の予約してくれたはい第一会議室を予約しておきましたえ第一会議室会議の参加者は5人だからちょっと広すぎるんじゃないええ私もそう思ったんですが 第二会議室は先に予約が入っていまして第3会議室は第2会議室と大体同じ広さでしょはいでもインターネットが使えないんですそれだとまずいんですよねうん今回は画面を見ながら話をしたかったからじゃあ仕方ないね机の並べ方をなるべく話しやすいようにしてくれるわかりました。 男の人はこれからどうしますか。四番母親と息子が話しています。息子はまず何をしますか。ひろし、ちょっとお願いがあるんだけど。 何庭の掃除をしてくれないかな風で葉っぱが飛んできてるのよいいけど今宿題してるから終わったからでいいいいよもちろんあと掃除が終わったら洗濯物を中に入れといてくれるもうすぐ雨が降りそうだからわかったお母さんはこれから出かけるのうんちょっと歯医者にね5時に予約だからふんあれ 雨かなもう降ってきほんとだすぐ入れないとひろしいい私もう行かないといけないからわかったやっとくよ息子はまず何をしますか 5番図書館で男の人が係の人と話しています男の人は明日何を持ってきますかすみませんこの本を借りたいんですが図書館カードはお持ちでしょうかいえ、今日初めて利用するのでそうですかではカードをお作りしますのでこちらに ご住所とお名前をお書きくださいはいこれでいいですかはいあ、市内にお住まいじゃないんですかあ、はい申し訳ありません市内にお住まいの方じゃないと貸し出しができないんですそうなんですか職場に近いから利用したかったんですが職場は市内なんですかええ ここからすぐのところにあります。でしたらお作りできますよ。何かそれがわかるものはありますかああ、今はないですね。いいですよ。明日また来ますので。そうですか。わかりました。男の人は明日何を持ってきますか 6番男の人と女の人が会社のパーティーの準備をしています女の人はまず何をしますかテーブルはこんな感じでいいかなうーんテーブル同士が離れすぎてないもっと近い方がいろいろな人と話せていいと思うそうねじゃあ動かそうあ、待って。 コップを置いたままじゃ危ないよあ、ごめんごめんまずはコップねあ、そういえばお皿とコップの数なんだけどこれで足りそうえーと結局何人来るんだっけ参加者のリストはちょっと待ってあ、しまった会社に置いてきちゃったえー、忘れてきたの受付ができないじゃないごめんなさい ここはいいから、早く取ってきて。うん。女の人は、まず何をしますか?。問題二。 問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。 では練習しましょうお<い>女の学生と男の学生が電話で話しています男の学生はどうして家を出るのが遅くなりましたか ちょっと早めに着いたから先に店に行ってるね田中君は今どこ今家を出たところ三十分くらい待ってええー、遅いよお昼食べる時間なくなっちゃうじゃない。ごめん実は朝から体がだるくてちょっと熱があるみたいでそうなのじゃあ今日のセミナーはやめといたら 大丈夫だよ同じようなのを定期的にやってるからまた行けばいいよそれより家で寝てた方がいいってうん、分かった男の学生はどうして家を出るのが遅くなりましたか最も良いものは一番です 回答用紙の問題2の例のところを見てください最も良いものは1番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番 1> 会社で男の人と女の人が話しています

本当ですかえうんどうしてなんですか主人が転勤することになったのよ大阪にああそれでですかじゃあ別に会社が嫌になったからというわけじゃないんですねうん全然この会社結構好きだし通えるなら通いたいけど大阪だからね向こうでまた働くんですよね もう次のところは決まってるんですかまだまだ急に決まったことだし新しい仕事は向こうに引っ越してからそうかでもせっかくだからちょっと休んだらどうですか ?2 週間くらい旅行に行くとかそうね余裕があればねじゃあちょっと寂しくなるけど向こうで頑張ってくださいうんありがとう。 女の人はどうして会社を辞めますか二番外国人留学生がスピーチをしています。日本人の良くないところは何だと言っていますか 私が日本に来て思うことは、日本人は時間に厳しいということです。バスや電車の時間はいつも正しいし、友達と約束しても遅れることはほとんどありません。すごいなぁと感心します。でも反対に、バスや電車が遅れたり、友達が約束に遅れたりすると、待っている人はとてもイライラします。 決められたことを守るのはいいことだと思いますが、いつもいつも時間を気にするのはどうなんでしょうか。たまにはゆっくり時間を過ごすのもいいのではないでしょうか。日本人の良くないところは何だと言っていますか。 3番、テレビで新製品について説明しています。この製品について、特にどんなところがいいと言っていますか 家族が増えたからもっと大きい冷蔵庫が欲しいけど置く場所がないと思いのあなたこの冷蔵庫がおすすめです中の広さは今までの冷蔵庫の1.3倍なのに大きさは今までのものと同じなんですつまり今冷蔵庫を置いてある場所にそのまま置けて今よりたくさん物が入れられるんですしかも 1か月の電気代が今までの約半分嬉しいですねそして気になるお値段ですが今回は特別価格の7万5千円ですもちろん全国どこでも送料は無料です欲しいと思った方はこちらにお電話をこの製品について。 特にどんなところがいいと言っていますか。四番。大学の事務室で男の学生が係りの人と話しています。男の学生は何ができないですか。 すみません。1 0二教室を使いたいんですが。1 0二ですか使用目的は何ですか授業で発表があるんですが、その前に学生だけで練習したいんです。わかりました。いつから使いたいんですかああ、今からです。三時間くらい使いたいんです。学生だけの場合、二時間までなんです。そうですか。わかりました。 あのー、マイクはお借りできますかマイクですね。一本でいいですかはいじゃあマイクと、これが部屋の鍵です。机などは元の状態に戻しておいてくださいわかりました。ありがとうございます男の学生は何ができないですか 5番女の人と男の人が話しています男の人はどうして疲れているのですか 浜田くんなんだか疲れてるみたいだけどどうしたのうんちょっとねアルバイトのしすぎじゃないの夜遅いんでしょレストラン遅いよそれに急に一人辞めちゃってねだから今毎日出てるよそうなんだでもそれはいいんだよしょうがないから働いたらその分お金ももらえるしじゃあ何 仕事じゃなくて、行き帰りのこと。自転車で行ってるんでしょ ?15 分ぐらいじゃなかったっけそう。でも、自転車が壊れちゃって、今ないんだ。えー、じゃあ、昨日はどうやって行ったのもしかして…そう。歩くには遠かったよ。もう足が痛くて… 男の人はどうして疲れているのですか六番男の人と女の人が話しています女の人が携帯電話を変えた一番の理由は何ですか あれ携帯変えたうんああ、一番新しいやつだいいね使ってみてどう今までにない機能がいろいろあって楽しいよ写真もすごくきれいだし撮った写真の色を変えたり写真に絵を描いたりできるのそれをすぐ友達に送れるしねへえ写真をよく撮る人にはすごくいいねそれだけじゃないよ。 調べたいことを口で言うだけで調べてくれるし。へえいいなでも高かったんじゃないそれがすごく安く買えたの。私、ずっと ABC フォンの携帯を使ってたから特別割引。ああ同じ携帯電話会社のを使ってたら安くしてくれるんだよね。そう。でないとわざわざ新しいのに買い替えたりしないよ。 女の人が携帯電話を変えた一番の理由は何ですか。問題三。問題三では。問題用紙に。 何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から、 最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょう<イ>留守番電話のメッセージを聞いています<イ>田中です。 先日は森さんのお祝いの会に誘っていただきありがとうございました私もぜひ参加したいと思っていたのですが昨日から娘が熱を出してしまいました夫も明日は仕事ですし今回はちょっと行けそうにありません皆さんとも久しぶりでお会いできるのを楽しみにしていたのでとても残念です森さんにはまた私からも電話します本当にすみません 田中さんが一番言いたいことは何ですか 1, 1娘が熱を出している 2, 2お祝いの会には参加できない3みんなに会うのが楽しみだ4森さんに電話しておく 最も良いものは二番です。回答用紙の問題三の例のところを見てください。最も良いものは二番ですから。答えはこのように書きます。では始めます。一番。 女の人と男の人が息子について話しています。最近たけしと話したいや、どうかしたのせっかく大学に合格したのに、行かないって言うのよ。えー、あんなに勉強してやっと合格したのにそう。理由を聞いても働きたいって言うだけで。そうか。 真面目なやつだから何か考えてるんだろうけど今から働くったって就職なんかできないでしょうそれに何の仕事をするっていうのまあそうだけどとにかく話を聞いてみないとそうねあなたにはちゃんと話をしてくれると思う男同士だしじゃあ話してみるかタケシは部屋にいるええお願いね 父親は息子の考えについてどう思っていますか 1, 1賛成だ 2, 2反対だ3まだわからない4真面目だ 2番 2> 女の人と男の人が話していますごめんくださいああ山田さん旅行から帰られたんですねええあのこれ旅行のお土産ですああどうもすみませんありがとうございます今ちょうど散歩に行ってるんですよもうすぐ帰ってきますからそれまで ちょっと上がって待ってくださいあ、そうなんですかじゃあすみませんい,いえい,いえいい子にしていましたかええ、すぐな懐いてくれたし吠えたりもしなかったしうちの子も二人とも犬が大好きだから楽しかったですよずっと一緒に遊んでましたそうですかそれは良かったですまたいつでも行ってください そう言ってもらえると助かります。い,いえあ、帰ってきたみたいです。山田さんは何をしに来ましたか？1。1> 子供を預けに来た。2>, 2。子供を迎えに来た。3。犬を預けに来た。 <4 S 2> 犬を迎えに来た3番留守番電話のメッセージを聞いています田中です。 この間貸した DVD、返すのをいつでもいいって言ったんだけど、ちょっと状況が変わりました。弟が急に見たいって言い出したんです。申し訳ないんだけど、とりあえず今週の土曜までに一度返してもらえないでしょうか。代わりに別の DVD を用意します。005の一番新しいやつ。最近買いました。じゃあ、連絡待ってます。あ,あ、で、その時、ついでに、 お昼でも行きましょう男の人が一番言いたいことは何ですか 1, ?1 弟が DVD を見たいこと <S 2, 2 <S 貸した DVD を早めに返してほしいこと3面白い DVD を買ったこと4 今度一緒に食事に行きたいこと問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は 何と言いますか1から3の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは練習しましょう<例>道がわからないので人に聞きます 何と言いますか 1, 1東京駅に行きたいんですが 2, 2東京駅に行ってくれませんか ?3 東京駅に行ってもいいですか最も良いものは1番です。回答用紙の問題4の「 例のところを見てください。最も良いものは一番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。一番見たいテレビ番組がありますが、出かけなければなりません。 家族に何と言17時からの番組ビデオに撮っといてもらえない ?27 2時からの番組ビデオで見といてもらえない ?37 時からの番組ビデオを探しといてもらえない 2番、2> レストランで注文した料理がなかなか来ません。何と言いますか1、1> すみません。もう食べてもいいですか 2>, 2、すみません。ずいぶん前に頼んだんですが。3、すみません。その料理、こちらにお願いします。 3番先生にスピーチの練習を見てもらう約束をしていました。でもその時間を変更したいです。何と言いますか1先生時間を変えていただけないでしょうか 2> 2先生時間を変えたらいいでしょうか先生時間を変えさせてもらいましょうか 4番友達が試験に落ちました友達に何と言いますか 1, 1大丈夫手伝おうか 2, 2困ったな失敗しちゃった3元気出して次があるよ 問題5問題5では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、その返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを、一つ選んでください。 では練習しましょう0<イ>あのー、道がよくわからないので一緒に行ってほしいんですが1そうですねどうぞ 2, 2ええいいですよ3 はいそうしてください最も良いものは2番です回答用紙の問題5の例のところを見てください最も良いものは2番ですから答えはこのように書きますでは始めます 1>, 1番すみませんこのカタログ一部いただいてもいいですか 1, 1どうぞお持ち帰りください 2, 2いいえ結構です3はいいただいてください 2番「この間貸してくれた本ちょっと汚しちゃって」「1」「はい汚さないように気をつけます」「2」「そうでしたかすみません」「3」「いいですよ気にしないでください」 3番この仕事は僕がやっとくからもう帰ってもいいよ1いいんですかすみません 2, 2どうもありがとうございました3そうですね帰ってもいいです 4番桜広告の鈴木ですが田中部長をお願いします1田中は今別の電話に出ておりますが 2> 2田中部長は今いらっしゃいません田中さんですねお待ちください 5番明日の会議始まりが遅くなったんだって1えまだ始まらないの 2, 2そう何時からになったの3それがよくわからないんだ 6番困ったなああの資料がないと会議ができないよ1会社に取りに帰りましょうか 2, 2資料をコピーしてください3会議をしなければなりませんよ 7番。来週テニスの試合があるんです。勝てるといいんですが。1。1> そうですね。それがいいと思います。2>, 2。うん。勝った方がいいですよ。3。そう。頑張ってください。 8番家から遠いのに毎日どうやって学校に通っているんですか 1, 1今日はバスで来ました 2, 2遠いけど自転車で来ています3電車は毎日混んでいて大変です 9番お返事はすぐでなくてもいいですか1ええそれがいいです 2, 2はい結構です3ええ早めがいいです これで懲戒試験を終わります。